こんにちは、ベンジです。エルシャダイの続きをやっていきます。今回はエゼキエルのタワーに来てますと。なんかナンナが成長してイシュタールになって民を率いてるんで、でエゼキエルと戦ってるそうだから、それを助けに行くみたいな感じですね。まあ、助けに行くのはついでなんですけどね。もともとエゼキエルと戦おうとしてたら、そんなことは後から聞いたみたいな。いや、ほんと、なんか、好き、このステージ。まずは武器を、アクト、マーチャー？わかんない。かっこいいね。マントが。うわっ。いや、長い。よっしゃ、いただき。これさえあればこっちのもんよ。まずこれを、よし、イエイ。あれ強いんだよな、こいつをやってから。よし、うお、反撃された。オーケー、いただき。ふんどし直後、よし、すげえ。だいぶ食らったけど、あそこに鎧が入ってるはず。イシュタールが伝説たるゆえん、今回の事件は彼女から始まった。あ、彼女、彼女から始まった、どういうこっちゃ。これだろうね。お、なんか来たね。間落ちねえだろうな、それ。お、落ちない落ちない、綺麗だね。ちゃんと見えない壁もある。見えない壁に触れると、あの変な文字みたいなのが出てくる。ああ、横スクロールステージ。これ音あったんだ、シャーって。え、なんかやってるよ。イシュタールが戦ってんだな。あなたたちは幸せになりたくないの？エゼキエル、ババアか。偽りの幸せなんか知らない。すべては神のおぼしめしということ。いうこと？知らん。私たちが与える進化では不満。ああ、そういうことか。私たちの未来は強制的にね、進化させてるね。頑張れイシュタール、頑張れ。ブツのキャラのポーズ。早く助けてやんねえ。アスレチックコースがあれないのか。ただ背景見ながら横行くだけかな。あ、いや、上壊せんのあるからそっち行くんだ。ああ、あれジャンプ台かな。ジャンプ台っぽいね。そこ行ける？いい、よいしょ。いや、無理よね。じゃあ、え？は？え？ってこと？ないよね。あそこに橋がかかりそうだけど、こっちだって行けないよ。
え？あ、そんな。はい、こっちは行けないか。あ、こっち行ける。なるほどね。で、これをこうしろと。だいぶ遠回りしそうだね。こっちか。あ、違う、こっちか。遠回りするね。あ、タミ、アラキ、ここには何もなかった。なんで誰もあいつを見たことがないんだよ。どうして姿を隠す必要がある。ああ、誰か教えてくれよ。神様、答えてよ。まさか。わけわかんねえこと言いやがって。なんつった、アラキエって言った。え、これどうすんの。あ、ここ行けんのか。こっち、こっちは行ける。なんか脇道行きたくなっちゃうよね。なんかあるんだもん。だってでもこれさ、今行ったとこじゃない。行ったとこよね。わかった。不可逆。分かったよ、戻るよ。なんだどういうこと。別に攻撃とかじゃないよね。分かった。じゃあ、こっちに一応行ってみる。ないからこっちだね。タミいたとこね。戻らされてるよこれ。じゃあこうしてこっちに行きたいな。あー、そっち行けないんだ。うわ、そっち行けんの。うわ、いやー、不可逆。こっちかな。いや、行けねえ。結局戻されんのか。分かってるよそれは。これを解放したかった。でも解放したところであんまり意味ないね。ちゃんと行けばいいんでしょ。こっちかな。ほら、イシュタールのあの冥界があるかもしんないじゃん。まあいっか。いけない。やばいかも、やばいかも。あ、これやばいかも。無理よね。脇道行くと超めんどくさいかもこれ。まっすぐ行くか。なんかわざわざあの柱を倒しには行かなくてもいい気がする。こっちどうせ行けないのか。よし、これはいけるでしょ。いけないんだ。さすがにこっち。ああ、嘘。右から行けってことだね。おっと、橋かかってんのはここか。え、違う、ここで橋か。じゃあさ、ここで右行きたい。うん、でこっち。よし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 、そういうことだな。これで楽になるかな。よしよし、狙い通り。まあもうこれしか道ないもんね。これはアホでもわかるわ。床の向きに合わせて
高く飛ぶんだ。どこ？おお、ここだ。オーケー、一回できちまえばこっちのもんよ。ここね。おい。よし。そうなんだよ。イシュタールは結構やるね。もちろん、あいつも順調だよ。うん、まだ。でも高い。じゃあセーブします。よし、行こう。ああ、そこまでか。わかった。そういうことね。こういうことね。むず。よし。ここ。ああ。まだよ。まだよ。まだよ。ここ。ああ。あ。よし。なんか下行けって言ってるよね。これかな。下行くか。なんで？そんなことってある？あたりをよく探してみて。うわ、ああ、ああ。もう下はないよ、多分。よし、うまい。うわ、これあれか、だから最初アーチの敵しかいなかったのか。これはアーチで来いって言ってるもんね。イシュタール伝説。伝説は現実となった。イシュタール様が現れ、堕天使は追い詰められた。自らの階層を出したエゼキエルの力は今もって凄まじく、アラキエルの階層に潜んで反抗機会を伺っているようだが、我々も負けてられない、負けられない。我々は今イシュタール伝説の最終章にふさわしい幕切れを用意する。アラキエルの階層にエゼキエルがいるってことね。エゼキエルっつうのがあのばあさん。アラキエルは分かんない。うわ、ドマン乗れってってことね。敵ね。よっしゃ、得意武器。また抜け。オッケー、上手。すごい動き、なろ。邪魔だ、邪魔だ。まずそいつをやんないと。オッケー。これはアーチもらってからの方がいいか。やろう。うそ、やば、やばい、やばい。また抜け。うっそ、動き続けて。はい、大丈夫、問題ない。早く気絶してくれ。いや、強いこいつ。苦手武器じゃ強い。ああ、よいしょ、どうだ。よいしょ。ああ、まずこいつやっちゃうか。いや、ガードしてたな。やっぱ。大丈夫だ、問題ない。やべ、これもらっちゃっていいかな。進みにくくなるよ、この先。よし、こっちは、こっちも出る。まずこいつやっちゃおうか。気絶、オッケー。あれ、戦闘中に乗ったらどうなっちゃうんだろう。よし、どっちも得意武器。
これまず殺しちゃおう、気絶中に。オーケー、でそいつをもらう。よいしょ、これ気絶ゼロ。オーケー、はい、やべ、こいつうぜえ。これでいくか。こっちなんだろうね。ああ、回復あるよ。全部取った。ドマン行かないとダメよ。もうちょい右。もうちょい右か。ちょっと待って。もうちょい奥か。これ。オーケー。どっち正解なのこれ。よし、得意な方から行こう。ガードしてる。逃げろ。よし、そっちじゃねえんだな。そら、汚れるわ。やべやべ、こいつやっぱ強えよ。オッケーオッケー。痛い。空中にいても問答無用で食らうからな、コンボ。よし、いいよ、早く食いときよ。まずこいつをやっておきたい。オッケー、その武器いただこうか。ガール、踊れ踊れ。よし、まあこっちでいいでしょう。どっち行っても多分いける。え、そんな、もうこれで速攻いけっつうことね。よし、ガールでよかった。横スクロール浄化しとこう。イシタール、あなた、親もなく、子を宿したこともないのよ。子を思う母親の気持ち。家族に限りない愛、私の方がずっと人の素敵な力を理解しているわ。お前はダメージだ。本当だ、本当に勝手なことだ。今この瞬間にも苦しんで苦しみ抜いて、遠食いしている子供たちがいることを忘れたのか。ネフィルか。もちろんあの子たちも愛してますよ。愛しているだと、どれ、その一言で全てごまかすのか。分かり合えないのは残念です。分かり合えねえだろうな。どれ、あれもうボックス出てこないんだけど、早く進みすぎたのかな。さらに残っていこうか。何それ、壊せるわけじゃない、違う、ただのランプ、これはただのランプで、それ
よし、敵出るね。あ、何それ。アラキエルのための祭壇か。祭壇、へえ。乗るの。え、え、なんか壊した。それ、それとそれ、これ乗る。違う。全体登ってる。わお。聞いてみたいものだ。打点の末に何を思い、魂の消滅を迎えたのか。死んだの？アラキエル。金剛力士像が並んでるね。左右に。勝手に進んだ。ネフィルムか。先を急ぎましょう。はい。え、どれのこと言ったの？これ？ああ。豚じゃねえの？エゼキエルの大豚か。そうだよね。ちょっとモデルチェンジしてるけど。ちょっといきなりすぎ。怒る。あ、キンキン言ってる。これ2匹いないとさ。言ってる。武器が違う。当たってる。あ、なるほど。それなんかあるとこじゃないとダメなのね。これだと思うんだよな。あるとこだったけどダメだったな。切ってるね。あ、そこないじゃん。ここ。オッケー。当たんねえじゃん。来いや。近すぎるよな。カットしたよ。当たんないよ。あ、当たってるわ。こいや。ここだよ。僕はここだよ。よし。いいのペア上がっちゃったか。いった。よし、今だ。こや、まだ叩いててよかったな。よし、それともここだったの？そういうわけでもない。やっぱあれかな、ここに衝突させないからかな。当たった。力を解放。おほほ、一気に剥げた。ここで使う。時間短いからね。いけいけ。オーケー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 。だいぶ当てた。よいしょ。これは叫ぶやつ。もう覚えちゃったよ。無駄かもね、これ。でもなんかキンキン言ってたの、さっき。あ、まあ飛んだ気がするんだよ。うわ、いきなり。ほら、飛んでるよ。全く食らってないわけではないというか。急に走るのはなんか、うわ。オッケー。いや、ダメか。来い、来い、ここ。いった。よし、肉を蹴らせて骨を断つ。
動け。懐かしのフォルムに。よいしょ。お、真実の目。あー、得意ではないな。これ苦手。じゃあアーチだ。アーチ。でもガードできるあれが一番言ってはいたよね。十分でしょう。そこなんもね。いった。その振り返りが当たるっていうのがなかなか直感的に分かんないんだよな。使ってない。へい。来いや。ここあるよ。オッケー。え、ダメ？今ダメか。ここ。これ叫びだ。こっちが。よっしゃ。オッケー。ただの豚になった。元から飛べないけどアーマーがなくなってただの舞台になった。あ、余韻がない。全てを嘘で塗り固め、私たちの世界を惑わせる。これ以上のごまかしは許さない。人に知らなくてよいこと。優しい嘘か。あなたはかわいそう。こんな詐欺師の声聞かなくていいぞ、ミスター。すげえ悪い笑いだ。魔女だ。おお、よく届く。結構届くな。よいしょ。頑張れ。エシュタール頑張れ。早く助けに行ってやんねえとな。そろそろ電話こそ来ねえかな。そろそろだと思うよ。わかりました。よし、あ、まあ、ナイス。こうですか、先生、先生こうですか。アーチでよかったね。先にこれを取る。え、これでもさ、乗れちゃうんだよね。動くんだな。これ押すと動き始める。え、動きませんか。届くこれ。お、ギリギリギリじゃんで。うわ、本当に合ってんのこれ。そうよね。お、危な。落ちるとジャンプ1段目からいけんのか。普通落ちると2段目しか飛べないってなりそうだけど、ちょっと試し。ほら、1、2。へえ、優しいシステム。だいたいそれで滑って落ちたのか床から飛んだのか分かんなくて2段目が飛べなくて落ちるとかね、そういうことはよくあるんですよ、ゲームで。いいもん見つけた。いや、まだイシュタールが追い詰めただけで倒せてはいないよ。これ階段になってんのね。大丈夫、あとはイーノックに任せよう。あれ、これか、見たの。また連絡するよ。おう、あ、もう電話終わってる。
はい、ただいま。はい、ということで今日はここまでにしましょう。次回はイシュタールさんに追いつけると思います。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。